夢を紡ぐ絆、日本とシンモングル学園の友の歩み。シンモングル学園は日本国と強い絆で結ばれています。それはある一人の男の夢が発端でした。学園の設立者ガルバドルフが1995年に日本に留学し、家族連れがための発見と苦労を乗り越え、その末に有志ある日本の方々のご恩を受けたことで、モンゴルに日本式の校区を作りたいとの熱い夢を胸に抱き始めたことから、それは始まりました。ロータリー米山記念小学会の小学生に選ばれたご恩に報いたい気持ちと、長女トーが入学した山形県立西井高校が夢の学校のモデルに感じられたことが相まって、その夢を現実にすべく公の場で話し始めました。そして1998年に河北新報の記者森修さんの書いた東北大留学生がモンゴルに日本式の高校という記事が同誌に載り、日本の父である坂巻光司や永瀬陽子氏、新関健一らをはじめとする山形や宮城の県民約300名から結成された柱一本会の支援運動にきっかけとなり、夢を実現するための活動が NHK や多くの新聞にも大きく取り上げられ、支援の輪が遠く関西や中国地方にまで広がったのでした。このように多くの日本人の方々の温かいご講演のおかげで、2000年10月5日にモンゴル国ウランバトル市内にモンゴル初の日本式高校である新モンゴル高校が誕生したのであります。ご講演くださった皆様が、君の夢は僕らの夢と言ってガルバドルフに大きな信頼と期待を寄せてくださったことのゆえんでした。新モンゴル高校は当時2年生であった高等学校カリキュラムを国際水準に見合う3年生にして実施したことで、その実施の成果を受け、モンゴル全国の高等学校カリキュラムが3年生に一斉変革される大きな名残を生んでいます。また生徒を成績優秀だけではなく、文武両道で志高き人格者に育成すべく、日本式の多くの要素を取り入れながら、モンゴルの教育の良さも残して、モンゴルに根付く先進的な教育の導入を工夫したことで、開校当初105名の生徒と8名の教職員からなっていた学校が大きく育ち、現在1503名の在校生と152名の教職員が学び働く小中高一貫学校に育ち、モンゴル国内でも評判と倍率の高い私立校となりました。開校当時からガルバドルフの優秀な卒業生に日本で留学する機会を提供すべく奔走し、その熱い思いを支援しようと日本のさまざまな団体が協力を申し出てくださった結果、第一期生たちのうち6名が横浜国立大学や千葉大学などに新モンゴル高校のスポンサーであるアサアクア団体および東日本ハウスの小学生として無事留学を果たしております。新モンゴル高校卒業生の日本での留学実績が認められにつれて、ガルバドルフの誠実でまっすぐな性格に心を打たれて、共鳴する新モンゴル卒業生の日本留学を支援する独自のスポンサーは年々増えていきました。中でもアサアクア団体の奨学金制度を受け継いだ馬淵国際育英財団、安田奨学財団、東日本ハウスなどの小学生が大多数を占めています。憧れの国日本に留学して優れた教育を受けて母国をより良くしたいと思う生徒たちの日本語能力を鍛えるために、ネイティブの日本語教師たちも大きく貢献しました。初代日本語教師である山形大学修士学生の佐藤彩を
はじめとし、過去20年間で21名に及ぶ日本人の教師が新モンゴル学校の生徒に日本語を指導してくださいました。新モンゴル学園はこれまで19の大学と提携を結び、本校卒業生を対象とした推薦入学制度及び授業料等の免除制度を設けておりますが、初めての学術協定先が東京国際大学でありました。最近では難関私立大学である立教大学と推薦入学制度の開始について協定を締結しました。過去20年間で卒業生2286名のうち503名が日本の44の大学へ留学し、そのうち196名がスポンサーの奨学生として、そして96名が提携先の大学へ留学しております。スポンサーや提携先から援助は総額1100万米ドルに達していることは、日本の皆様からモンゴルの有望な若者の将来に対する多大な知的投資だと深く感謝しております。日本留学を果たした卒業生たちは今もモンゴル国の将来を背負っていけるような人格者に育ちつつあることを証明しております。第1期生のバタザヤは2004年には千葉大学に入学後、東大学の修士課程を修了し、2013年には東京大学より iPS 細胞の研究で博士号を取得しました。その研究能力が評価され、アメリカ合衆国に渡り、ハーバード大学で博士研究員として、現在はマサチュセッツ工科大学健康学技術学部にいて研究員として活躍しています。研究者としてノーベル賞を目指し、世界の最前線を歩む卒業生です。世界を舞台に躍進しているもう一人は大学生のホセルデンです。彼は2008年に国費留学生として一橋大学に入学し、5年間で学士修士課程ともに卒業を果たしただけではなく、総大として新モンゴル一同の誇りとなりました。卒業後はスイスユニオン銀行やみずほ銀行で課長を務めるなどして、その手腕を振るってきました。現在は帰国し、モンゴルのフィンテック業界の最先端を走るアンドグラバル社の CEO として母国の発展に大きく貢献しております。モンゴルの映画界を担う人材に育ったのは第6世のゾルジャラルです。彼女は2012年にオービリン大学をオービリンの宝物と言われて卒業し、国営テレビ局に就職後、アミギダラフィルムズの設立者兼 CEO として活躍しています。映画監督としてタレント東京や AFA NPA 映画ピッチングコンテストとノマジアピクチャーズ映画ピッチングモンゴリアコンテスト等で優秀作品賞を受賞しています。さらに第38回シカゴ国際児童映画祭の第1位に輝き、アカデミー賞短編映画部門にエントリーを果たしております。そんな彼女のアカデミー賞受賞の日は相当くないでしょう。最後にご紹介するのは第10期生のノルジンです。在校生の頃から頭脳明晰だった彼女は、学部時代は名古屋大学をバイオテクノロジー専攻で卒業し、現在はアメリカで生物医療科学の研究を行うためスクリプス研究所に行って博士課程に在学中です。その彼女の研究テーマは、人間の外出リズムを分子レベルで調査することであり、将来ノーベル賞を受賞するために研究に励んでいます。卒業生が自由に羽ばたく間も、本校をご視察に訪れ、在校生にさらに夢を大きく広がる機会を与えてくださる日本の方々は数多くいらっしゃいました。例えばノーベル賞受賞者の増川俊秀氏、野依良治氏や首相夫人の安倍昭恵氏らが本校をご訪問いただいたことは、
我々の誇りとなっております。このようなご視察に際して日本大使館からの厚い信頼を扱っていることを再認識いたしております。そして東日本大震災に際しては、被災者支援の活動が学園内で広がり、総額2300万ドルの資金及び物資を設立者自ら3月20日に名古屋市長に届けたことで、日本の皆様のご縁を少しでも返せた出来事となり、日本との絆がますます深まりました。毎年増え続けている日本留学生を取りまとめ、卒業生の絆の炎を灯し続けているのは新モンゴル留学生会です。留学生会では、受験生が入学までの1ヶ月をかけて行う世界一合宿、すべてのシモングル一族の最大の集いである勉強会、在学生の後輩たちへの奨学金を集めるためのハブリンバイルでの出展、過ぎ去る1年を振り返り新年の抱負を語り合う冬の集いなどの集まりによって、先輩から後輩へ20年間その絆と伝統のたすきをつなげてきました。さらに、日本留学を心から願うが日本語力が及ばない後輩たちにもチャンスを与えるために、2013年より新モンゴルフューチャー基金が開始されました。当基金は日本留学をしている、またはしていた全ての卒業生から募った募金を奨学金として、一人の後輩の1年間の日本語学校で勉強する学費、居住費、生活費を負担するものになっています。当基金の奨学金により、現在8名の卒業生が日本留学を果たし、それぞれに夢に向かって歩んでいます。香港の設立当初、多くの日本人の方々が、君の夢は僕らの夢と言って揺るぎない信頼を彼に寄せてくださったことが、ガルバトロフの心に深い感謝と恩返しの念を残しておりました。そのため、モンゴルで日本式の高専および法科大学を設立して、優秀なエンジニアを育成したいという2人の若者の夢を応援し、2014年に共同で高専および法科大学を設立しました。また、幼稚園を作る夢を持つ第一期生の卒業生たちをも応援しようと、2016年に付属の幼稚園も開園させました。そして、日本相撲の大舞台での努力の結晶を教育に投資したいという夢を持つ横綱ハルマフジとも協力して、2018年に小中高一貫学校の分校を設立しております。さらに、モンゴルで日本語学校を開きたい日本の企業を支援して、ユーランゲージ日本語学校を開校いたしました。これらの8つの教育機関をかざしたのく新モンゴル学園を設立し、日本の方々が支援していらした時からの理念を保てるよう、一括してマネジメントの指導をする体制も整いました。2006年からマブチ国際育英財団の奨学金をいただいてきた香港の卒業生たちは、2010年にマブチ同窓会を設立し、母国のために奉仕活動をしたいと断決しました。同年にマブチ国際育英財団からガルバタハにある提案をしたのが、モンゴル国内の大学生対象に貸与奨学金を支給する基金設立の話でした。そして2015年、マブチ国際育英財団と新モンゴル学校、マブチ同窓会が一丸となって新モンゴルマブチ基金を設立しました。毎年40名の学生が1人年間1500ドルの奨学金を卒業するまでいただくほか、学生2人の一人のメンターがつく信頼に基づく奨学金制度です。つまり、日本留学中にマブチの奨学生だった卒業生たちが次世代に自分の経験からアドバイスし、彼らの面倒を見ています。この6年間で
236名の学生が約70万ドルの奨学金をいただいており、出場した学生たちは次の後輩のために奨学金を返済しつつあります。そして設立者のガルバトルフは日本国政府にモンゴルにおける日本式教育の普及や両国間の青年交流、文化交流への貢献などが評価され、2017年12月に在モンゴル日本国大使館で名誉高き旭日小綬章を受章したことは、新モンゴル一族にとって大変誇り高い出来事となりました。ご縁をくださった多くの日本の同胞たちに見せられたガルバトルフは、モンゴル国内でロータリアンとして幅広く活躍しております。またモンゴル国教育セクターにおいて有意義な研究をすべく、2019年に名古屋大学大学院の教育発達科学研究科博士課程に進学しました。そしてこの大学院進学を機に、今度は君たちの夢は僕の夢と宣言し、モンゴルにおける公立学校の経営改善に関する考察、新モンゴル学校の経営実践の視点からと題した論文を執筆しながら、実践研究としてモンゴル国内の地方および都市部遠隔地などに所在する8つの公立学校をパイロット校とするプロジェクトを始めました。彼はこれまで新モンゴル学園で実践してきたマネジメントのノウハウをもとに、モンゴルの教育の課題整理と将来の発展に貢献すべく、日々プロジェクトの各学校への訪問および教職員に対する研修で忙しくしております。本日はモンゴル国中札特命全権大使小林博之様および日本大使館の皆様が本校をご訪問いただき、大変光栄に存じております。これからも本校は日本の皆様と築いてこられた絆を大切にして、日本とモンゴル国の架け橋となれるよう努めてまいります。これからもご理解とご支援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。